ついさっき元禄忠臣蔵という演目を見たの。キャプテンも知っているわよね。元禄忠臣蔵？いや、聞いたことがないな。嘘？かなり有名な演目よ。殿様の仇討ちをする部下の話なの。それに加わった人の数なんと470人。町ぐるみで仇討ちするという前代未聞の内容なの。すごいな。でもそんなに多いと誰が誰だか分からなくなるだろう。そんなことないわ。どの役もすごく魅力的なの。特に殿様の一番の忠臣がすごくかっこよくて。本懐を遂げるため自分はこれより鬼となる。鬼の悪行涅槃で殿にお詫び立て祭る。そういった仇を打つ場面はもう最高。
叶うならいつかあの役を演じてみたいわ。君がそこまで言うのか。だったら。帝劇でもやってみよう。もちろん君主演でね。嬉しいけど今はお断りするわ。まだ演じきれる自信がないの。この演目をもっとよく見て、そして歌舞伎の真髄を学んだら、その時こそ。何にしても先は長いわ。キャプテン、気長に待っていてちょうだい。元禄忠臣蔵は本当に面白くて、何より参考になる演目だったわ。物語、登場人物の見せ方、何より470人の家臣という大風呂敷、何から何までためになる内容だったわ。なら俺も見た方がいいな。時間を作って見に行ってみるよ。その時は一声かけて。時間が合えば一緒に行きましょう。さあ、そろそろ次の演目が始まる時間だわ。今度は何を見せてくれるのかしら。ワクワクするわ。
事に解決してよかったね。ええ、俺のユイさんとシャオロンのおかげです。そういう神山もなかなか頑張ったと思うよ。ありがとうございます。なあ神山。ん？過激団っていいもんだよな。ああ上海歌劇団はなくなっちまうけど、俺の心は、魂はなくならねえ。この心がある限り、俺は平和を守り続ける。歌劇団ってのは、そういうことなんだ。シャオロン。大したやつだな、本当に。当たり前だろ。俺を誰だと思ってるんだ。俺こそ。上海歌劇団隊長ヤン・シャオロンだ。